13歳です。喧嘩に強くなりたいと東京に上京するって決めた時にもうこのもうボクシング一本で生きていくんだって決めましたね。中学校のボスに目をつけられて勇気を振り絞ってタイマンを張ったんですよ。でその時はまだ全然力の差があったんでもう負けたんですけど、それが唯一、まあ、初めての喧嘩で自分にとって、でそれでそいつと、まあ、頭と喧嘩したことによって認められて、でそこから仲良くなってでヤンキーの道に入っていったっていう、それがやっぱ思い出の喧嘩です。一番最初だし、ヤンキーグループに入ってでもどうせやるんだったらとことん一番になってやれよって言ってやりたいです。ここの、まあ、代表が自分のことを応援してくれてて、まあ、講演会としていろいろサポートしてくれてて、ボクシングジムを作ると言い出して、で一回講演会の、まあ、作業を抜けてボクシングジムを作ると専念してたんですけど、やっぱりそのジムの会長と信頼関係があるのが一番だと思ってるんで、なんで、あ、だったら今まで応援してくれてた、まあ、赤井さんの元でやろうかなと思ってこのジムを選びました。今自分が練習してるこのジムの、まあ、目の前にあるんですけど、神社の氏神様に挨拶行くのと、自分が住んでるところの氏神様に今日試合でこれから勝って帰ってきますって宣言して出るっていうのはもうずっと何年もやってます。初めて失神系を負けした時があって、しばらく現実を受け入れられなかった。絶対に勝つっていうことしかもう頭になくて、ダウンしたから絶対俺が相手を倒すみたいな、やり返してやる、やり返すっていう思いが強いです。そうですね、もちろん練習は苦しいですけど、でもそれを辛いとは思わないんで、それを乗り越えて、それよりやっぱ試合で勝った時の自分の快感もあるし、周りの喜んでくれる人たちの、まあ、笑顔だってそうだし、そういうのが一番気持ちいいです。普通に生活してて、普通に仕事してて、人から応援されることって、まあ、あんまりないじゃないですか。でも、人に応援されるのってやっぱこういうことじゃないですか。ボクシングでやってるとか。で、それがやっぱ、その、スポンサーの人からも、やっぱ応援するから、その頑張ってるのを見て、自分の仕事を頑張ろうと思ってるとかっていうふうに言ってもらえるのが、自分の中で、まあ、一番やってよかったなって思うことで、自分は自分が世界チャンピオンになるためにやってるけど、それがまあそういう社長の心に響くとかっていうのが嬉しいです。今の目標はもちろん世界チャンピオンです。今年なります。その先で言うと37歳、まあ38歳ですまで世界チャンピオンで防衛し続けて、そのまま引退するのが最終目標。必ず世界チャンピオンになるのは絶対にそこは約束するんで、楽しみにしておいてもらえればと思います。ボクシングをやりたいですね。また同じ人生を歩みたいです。